今日ももろ手突きだ大の里、左四つに組み止めた若元春、引いた大の里、押し倒し、軍配若元春。ここまで1勝1敗としている大栄翔戦です。時間です。手をついて、はい、手を突き落とし、大の里が勝ちました。先場所の優勝力士大の里と平戸海、はい、おっと変化気味に行きました。平戸海の勝ち。これは珍しい平戸海の動き。1勝3敗大の里、時間です。踏み込んで左の前回しに手がまだかからない大の里の出足だ。押し出し、大の里の勝ち。大の里右が覗いた、左も刺そうとして右の回しを引いています。寄り切りました大の里、今場所初めての連勝、3勝3敗、星を五分に戻しました。さあ熱海富士は左は頭をつけた。熱海富士ようやら上手、大の里が切りに行って前に出てなかなか切れない、左の突き抜けた、寄り切り、大の里の勝ち。おっと桁繰りに行きましたが崩れない大の里、押し出し。落ち着いていました大の里、これで4連勝で5勝3敗で中日折り返します。右のかち上げ豪ノ山、低く押し込んでいった、押し出し、勝ったのは豪ノ山。中に入りました、大の里4敗目。共に落とせない一番、時間です。胸で当たり合った大の里、右が入らない、よく見ている大関琴櫻、上手を引いた、向こうから差し上がった、上手投げ、上手投げ、決まりました、琴櫻の勝ち。大関琴櫻対大の里、連敗はしません。大の里を狙う、連勝が10で止まりました。11日目、大の里勝ちました。6勝5敗、これで星の差2つで明日12日目。貴景勝はカド番5勝6敗、前に出る貴景勝、あーっと飛び出してしまった。貴景勝7敗、カド番大関貴景勝5勝7敗苦しくなりました。豊昇龍本日より休場、したがって大の里の不戦勝であります。ことです。今朝痛みが増して出場したいと言った、が力を出せないなら休んだ方がいいと伝えて休場を決めたと、病院に行って詳しく診察を受けると。優勝争いの中にいる美ノ海、大手突き、手がかからない、一気に突き出しました。大の里完勝、美ノ海は優勝争いから姿を消します。高野翔踏み込んだ、のど輪起こす、身が入った、寄り切り、高野翔勝ちました。結びの一番を待ちます、会心の相撲を取りました高野翔。